はいどうも赤星赤崎赤星マシマシ TV よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。って思ったらなんと立川マシマシということで、いやまあこっちが先ですからね。ついにマシマシの盟友に行ってまいりました。ちょっと盟友です。立川1号店、立川1号店ということで、立川駅徒歩5分のねラーメン玉館という施設の中の1店舗なんですね。あ、そうなんですか。はい、なるほど。もちろん立川市が1号店でございまして、でその中入りますといろんなラーメン屋さんがあって、うん、こう区画整理された中の1店舗なんですね。なるほど、はいはい、はい、うん、1号店ではありますけども、こういった感じなんですね。で、つけ麺、ラーメン、汁なし、マシライス、冷やし中華など。マシライス？マシライスはですね、これはいつかあげたいと思いますけども、はい、ご飯物なんですよ。あー、トッピングもある感じ。そう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 、まあいろいろあって、で、今回は、まあ、中ラーメンの、豚マシマシというトッピングを買っております。こちらです！中ラーメン。味濃いめ、野菜マシ、ニンニクセルフマシマシの油マシマシ、豚マシマシということで、ニンニクはセルフなんで先にちょっとね乗ってますけども、なかなかのフォルムですねこれは。あ、そうですね、うん、で立川マシマシの野菜マシマシちょっとヤバいんで、今回もうね見たことありますけど、ビビったんですけど、写真にあるねこの量だったらなんかいける感じもするなということで。僕はいけない。あ、いけないです。僕はいけないです。私のちょっとね感じ加減で言ってますけども、豚がですね、はい、想定外の柔らかさ、なんですわ。ボロボロって感じ。ボロ豚なんですよ。これ前にね、お茶の水にあった立川マシマシはもうちょいギュチだった気もしたんだけど、ギュチもうちょいギュチ、まあ、固定な感じで、GJ ということでね。 GJ? 二郎系の略ですけど。そうなんですよ。グッド二郎系です。今スープ言ってますけども、乳化系ではなく非乳化ということで、うん、キリッと返しがうまし。なるほど、醤油濃いめで。そうなんですよ、はい、はい、で野菜油てっぺんのね一番美味しいところ、はい、でね大豆もやしだったんで、まあザクザク感が楽しめる。あ、豆の残った感じ。そう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 、はい、ナムルっぽいあ、はいはいはい、うまさもあるというね。あ、まあ、ごま油かかってるわけじゃないけども、まあ野菜量はマシでもねさすがのレベルなんで、まあまあまあ安易にね普通の二郎系だと思ってマシって言わない方がいいですよっていうのはここで言っておきましょう。なるほど、はい、でマシマシにした場合はねその通り店舗によって野菜だけが別皿でまた同じ量来るっていう。崩れちゃう。そう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 、まあいつかはやりたいけど今回はお試しということで、ちょっと慎重にね。そうそう、慎重 に、まあ、別に立川マシマシ何回も行ったことあるんだけど、まあ、今回はということでございますね。ただビビっただけでしょ。ビビってます、はい、はい、初なんで立川店は。ああ、なるほど、ね、本店だからね。そう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 。で、まあ麺のね、言ってますけどもちょっとこう四角っぽいね、角太縮れ麺とでも言いましょうか。うん、ツルツル感が強めでして、で、麺の硬さもね柔らかめとか固めとか言えますから、あ、もうそこはご自由にと試してください。はい、そして埋まっていたニンニクですが、粒がめちゃめちゃでかいんですよ。で、入った瞬間にはこう売り切れ状態だったんです、その中に。売り切れっていうか、まあまあ、使い、いや、お願いしますって言ったら、その場でまたニンニクを作ってやつ、ドン入れてくれたんですね。あ、じゃあすぐ補充したての、ニンニク職人、立川マシマシということで。職人だ。職人ですね。レベル的にはね、辛いニンニクなんで、後半で入れてった方がいいですよという。あ、かなり味変になっちゃう。で、はい、言っておきましょう。そして、野菜の水分がね、多いと、うん、ね、いうことなんでね、卓上の返しは絶対入れてくださいね。なるほど、絶対入れてくださいね。絶対絶対です、これマストでね。美味しいんで、あ、今回からですね、この卓上返しが一体レベルいくつなのかというと、今回はレベル3です。あ、しょっぱレベル3です。マックスいくつ？あ、5です。あ、5なの？5なの。他100なの？他のマシマシレベルここは大雑把に、いきますけども、なのでね、さらに胡椒なんかもいきますけども、結構この胡椒が粗挽きタイプなんで、まあニンニクも粗いし胡椒も粗いし、結構濃いめのお店なんで気をつけてください。でですね、立川マシマシなんと家系も出してるんで、伊勢崎市お願いします。あ、群馬の、群馬の伊勢崎市。あ、おじいちゃん住んで。え、あ、そうなの。そうです。もうじゃあ言ってくださいよ。はい、行きます。間違いです、これマシライス頼まないでよ。了解です。あ、ね、すいません、おばあちゃんでした。おばあちゃんか。おばあちゃん、そこ間違いないよね。これ 88.9 ということで、はい、母、ま、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、母の母、おばあちゃんだから、母の母、は、あ、ごめんなさい、父の母でした。
群馬父の母だ。誰でもいいよ、もう。すいません。うん、親戚のね、親戚の家があるということで、行ってください、本当に。行きます。暑いけども、まだね。はい、ということで、立川真島さん、足利総本店にも行きたい。はい、はい。で、まあ、フランチャイズ店らしいんだけど、うん、一応そっちも総本店を名乗ってますんで。あ、そうなんですか。ちょっとね、仕組みがよくわかんない。いっぱい会社があって、名古屋とかもまた別の会社が運営してるんだよね。もう大規模な感じ。そう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 。ブランドだけを買ってるのかもしれないけど。ということでね、立川真島さん、また別店舗で、マシマシやりたいと思いますんで。1号店美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。うっす。